今、JR の、和田岬の駅に来ております。駅はね、このようになっててね、隣には、コンビニがあります。そして駅の反対側ですね、こちらはなんか工場になっててね、朝は通勤客がいっぱい、動くようになっています。こちらには駐輪場があります。それではホームの方に行ってみたいと思います。ホームはこんな感じですね。こちらには、時刻表が書いています。朝と夕方しかないです。そしてこちらのご案内、切符の券売機はございません。列車に乗車そのまましていただければいいわけですね。そして終点の兵庫で、IC カードとか、精算という形になります。兵庫から0.5 キロというキロポストですね、それがの表示があります。で、向こうには車止めがあります。改札はなくてね、こちらのホームをまっすぐ歩いていくっていう形です。ある西日本和田岬、次は兵庫、これだけの、山陽本線の支線です。ご視聴ありがとうございました。全面展望は下のリンクを貼っておりますので、そちらでご覧ください。よろしければグッドボタンはチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。